はい、カバス TV ユージです。いつもご視聴たくさんのコメントアドバイス本当にありがとうございます。今日は午後から作業です。午後からですね、先日マキタの電動草刈り機を買っていろいろ試したんですけど、視聴者様からたくさんのご指導をいただきまして、ナイロンコードとかも使ったらやっぱり負荷が結構高いみたいで、チップソー仕様なのかなと思いつつ、説明書の方もしっかり確認してなかったので、その辺もすごくご指導いただいて、説明書をしっかり読んでですね、今日実際に本当に純正仕様で、どこまで作業できるか、これを検証したいと思います。あまりね、草丈が長いと無理みたいです。ということでこれぐらいですね、多分これぐらいだと純子さんが持ってるハスクバーナーのナイロンコード、あれで簡単に行くようなぐらいの草です。ここはじゃあこれで、どんな感じか今日はやってみようと思います。バッテリーがどれぐらい持つかもね、それもやってみようと思います。どうぞ最後までご視聴よろしくお願いします。もしよろしければチャンネル登録と高評価、グッドボタンどうぞよろしくお願いします。じゃあ作業していきましょう。はい、ちょっと型式忘れましたけど、純正のチップ層で飛散防止カバーも定位置に戻しました。で、バッテリーは満タンです。見えますかね。じゃあこれでどれぐらいいくかやってみましょう。草の種類によってバッテリーの持ちは違うんでしょうけど、これぐらいの草を枯れなかったら、それはそんなことはないと思うんですけど、それは安物の電動の草刈り機でも十分違うんですね。今がちょうど2時です。じゃあやっていきましょう。じゃあ安定作業で頑張っていきましょう。今日はですね、楽々モードとかいろいろあるんですけど、パワーが 1,2,3 段階の3でいきます。はい、マックスでいきます。詰まりました。絡み防止機能は効きません。はい、こんな感じで買いました。今がバッテリーが、まだバッテリーは満タンですね。まだまだいけますね。
これぐらいの草であればスムーズに刈れました。思ったけどこれぐらいやったらナイロンコードの方がよっぽど楽やわ。じゃあちょっともうちょっと深くかけてみましょう。あ、今バッテリーが今一目盛り減りましたね、バッテリーが。じゃあもうちょっと深くかけてみましょう。はい、さっきのところであれぐらいの草丈で、だいたい20分ぐらい作業しました。じゃあここ行ってみましょう。はい、結構いけますね。スムーズにいけます。バッテリー残量があと2個ですね。結構いきますね。じゃあもうちょっとやっていきましょう。これぐらいちょっと草丈が長いとやっぱり高負荷になるみたいですね、はい、ちょっと仕事にならん感じです。でバッテリーの方が残量あと1ですね。
まあこれぐらいかな、これぐらいで終わりっちゅうことやな。まああと少しやっても、まあそう変わりはないと思うけど、実際ですね、今やった検証は、まあ移動が5分ぐらいもかかってないんですけど、まあそれも入れて40分ぐらい作業しました。それぐらいですね。まだバッテリー容量があと1メモリあるんですが、結構もうバッテリーが熱くなってますんで、まあこれぐらいが限界かなっていう感じですね。やはり最後ですね、やっぱりあれだけ草丈が長いと結構厳しいみたいです。最初の方のね、草丈ぐらいなら結構まあ楽にいけましたけど、まああれぐらいならナイロンコードでやった方がいいかなっていう感じです。よくホームセンターで安くもうハンディタイプのあんなんでも十分かなっていう感じですね。あっちの方が安全でいいんじゃないかなって感じですね。作業量は約40分ぐらいでした。もう今日はこれでやめましょう。はい、40分くらいの作業でした。まあこれぐらいはちょうどいいですね、草刈りはね。まあいい具合の作業量という感じです。このタイプですね。はい、また今日も使った感想ですけど、あの説明書をしっかり読めとたくさんの方からご指導いただいて読んだんですけど、大したこと書いてないんですよ。なんていうかな、まあボタン操作はあのまあその辺はあの書いてるんで、そこはしっかり読まないといけないんですけど、まあその辺は私読まずに使ったんで、皆さんにご指導いただいたっていうのもあるんですけど、バッテリー式なので、警告ランプがつくっていうのがあって、前回も警告ランプがついたんで何かなっていうことで、結局はあれはもう警告ランプがつくと作業ができなくなるんで、それ以上することはないんでいいんですけど、まあ、あのバッテリーが熱くなったりだとか、負荷がかかった時に止まったりとか、そういう機能で、まあ、びっくりマークで止まるっていうだけで、それ以上がどうのこうのってはないんで、じゃあその後どうするかっていうと、もう仕事辞めるしかねえよね。まあ高負荷の場合は、リセットしてもう一回やるんですけど、もうリセットできなかったらバッテリーがないないって、ただそれだけのことです。はい、まあこんなこと言ってるとですね、まだあの視聴者さんから厳しいご指導いただくとは思うんですけど、でもやっぱりマキタの製品の愛好者っていうのはあの非常にたくさん多いんだなっていうのを実感しましたね。あの私ね、今回マキタのこのタイプを買って、まあ、説明書も読まずにね、そのまま作業したりしたら登録者数がガクンと減りました。すごいね、やっぱマキタのファンってすごいですね。また今回のことでガクンと減るかもしれませんけど、そこをですね、まあ、本音トークでやっていこうと思います。で、視聴者さんからここのモーター部分ですね、ここですね、水に濡れてはいけないっていうコメントがあってですね、まあ、説明書を読むと水に濡れてはいけないっていうのは書いてなくて、ここのところに草が詰まったりするのを避けてくださいということなんですね。モーター部分なのでやっぱり濡れてはいけないとは思うんですけど、ちょっとその辺は説明書には書いてなかったです。草刈りを朝方やった時はこの時期朝露があるので、ここが濡れないようにするなんか到底無理なので、それはちょっとできないかなって感じです。あと説明書にここに草がつかないようにして、ここ草つくでしょ、ここね、つくと思うんですよ。でやっぱここを塞ぐと発熱する恐れがあるっていうのがあるので、それは無理でしょ。なんか説明書にも書けば使った方が責任があるみたいになるなりますよね。でも実数無理ですよね、絶対ここに草つきますもんね。まあ今日はあの午後からなのでちょっと乾いてたので、そんなに張り付くことはなかったですけど、朝方の朝露のある時期草刈りやれば絶対ここに張り付きます。毎回毎回なんか取ってられないんで、その辺はちょっと矛盾してますよね。あとね、このカバーがですね、幅がここの幅が狭いんで、ここの間にすぐ草が詰まります。すぐ詰まります。逆回転で
詰まり防止機能を働かせますけど取れません、はっきり言って。今日は若干乾いてたので取れることもありましたけど、朝方の濡れた草をがここに詰まるとまず取れません。そんな機能はいらないと思います。それよりもここに詰まらないような位置にしてほしいです。この位置っていうのは、いや、このモーターがここにあって、このモーターのぐらつきを防止するためにこの位置にあるっていう視聴者さんからのコメントがありました。だからこれを無視してこの辺に付けるとしたら、ここのモーターがグラグラするらしいんですね。いけないらしいんで元に戻しましたけど、それは飛散防止カバーじゃなくてモーターのぐらつき防止のステイの役割をしているっていうことなので、飛散防止機能というよりもモーターのぐらつき防止でここの位置にあるっていうことですよね。これはちょっと矛盾してるな、ここも。あとですね、ここにモーターがあるので重たい、ヘッドがとにかく重たい。バッテリー式は結構音が小さくて楽だっていう感想をお持ちでしょうが、きついです。ここが重たいのできついです。で、ここの飛散防止カバーが近くにあるんで地面に引っかかるんです。これが地面に引っかかる、ここに草詰まる、ここが重たい、もう全然きついです。マキタ製は音も静かで楽だっていう印象がありがちですけど、私はきついですから。ここに引っかかる、でここを地面についてここも引っかかる、地面にね、モーター重い。このタイプは、なぜ私これ買ったっていう理由があってですね、このタイプはあのホームセンター量販店に結構置いてると思います。この型をね、草刈り機知らなくて、まあ庭とかを草刈りしようと思って、手に取る人いると思うんですけど、草刈りを本当に長年やってる方ならいろんな知識もあっていいんでしょうけど、初めてやる方って知識もなくて、あの草刈り機やっぱバッテリーかなと思いますよね。値段的にもこれ結構買いやすい値段なので買ってしまうんだけど、結局はそういうところで逆に草刈りがきつい。モーター式っていうのは音が静かなんで、あの朝作業ができる。住宅地なんかだとエンジン式だと近隣迷惑になるんですけど、まあこれであれば朝方の作業はできるということで、そこがいいところです。ところがですよ、視聴者さんの言うようにここが濡れてはいけないとか草が詰まってはいけないとかいうリスクは、朝方は朝露があるんで、ここにここが濡れたり、ここに朝露の草が張り付いたりするということで、私はこのマキタの草刈り機を使って、本当に草刈りを始めようと思う方はこのタイプは買わない方がいいと思います。本当ハンディの小型のバッテリー式のやつを買った方がいいんじゃないかな。刈る広さにもよるんですけど、ただもうこれ本当にこうチップ層メインなので、ナイロンコードを使おうとしたらこれの専用のアダプターをまた買わないかんということなんで、ただナイロンコードは結構負荷かかると作業がなかなかできない感じなので、そこも問題点かなというふうに思いますね。ということで今日は、マキタ草刈り機を使って作業の方は約40分ぐらい作業はできました。ちょうどいいぐらいですね。あのそれぐらいはバッテリーを持ちました。ただ、草丈の長い草は高負荷になってすぐバッテリーは止まります。ただ草丈の短いところ、そういうとこしかできないかなという感じです。はい、ということで今日もですね、マキタの大ファンの方々のお叱りのコメントがいただくと思います。登録者数も激減するんじゃないかと思いますが、私の使った正直な感想です。で、いやそうじゃないよ、もっとこういう風ですよっていうご指導があればですね、またあの皆さんあのコメント欄の方に、いろいろご指導よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はマキタ電動草刈り機の使
かった感想の動画でした。長い間お付き合いありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価グッドボタンどうぞよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。